全然俺やるか俺バラなかったいやいや、な全然最初に言われたこれを親に納めてくれ。ここに
50両、これは刀につけて収める。それに別に30両、これはお前の頭だ。これを持って行ってくれ。ではありました。じゃあ早速、支度していきましょう。待て待て待て、みんな慌てるぞ、みんな。今日はゆっくりして、明日早立ちしよう。医師は、次郎長が頭を下げて頼むことがある。お前さんという人は、ずらぐがおとなしいが、酒を飲んだら乱暴者。親子の見境がつかないほどの暴れ者。行って帰ってしゃべり。水木の間は酒というものをささのついほど飲んでくれるな。え、じゃあ水木の間は酒飲んじゃいけないんですか。そうだ。分かりました。分かったか。え、親譲りの五次忠義、奉納金50両、あっしの小遣い30両、すべてお返しいたします。止まらないから断りします。何だって、あっしはね、この広い世の中で酒くれ好きなものはないんですよ。それはもちろん止められちゃう、信じられますよ。親分だってそうでしょ。酒飲んだら乱暴者になるものをよく出して、彼が心配するよりも、汁粉食って、ぜんざい食って、あんこも作って、安倍川食って、ダウンを食って、いつもニコニコ笑って天下大変なやつとか、何にもしねえでゴロゴロして、お飯食らって、稽古で寝てるやつもいるじゃないですか。そんなもの生かしておくんですよ。石田、それを理屈だよな。今回は別れがおめえに限るんだ。なんでです？7年前にコンピラさんの賽銭箱に横で両手を合わせて、コンピラさんに無事に二人を切ってシャバにいることができましたら、親父に五次忠義に50両つけて奉納いたします。天に一つ万が一私が来れない時はと横見たらお目が立っていた。本来始末を第三に起こしますってコンビラ様に約束しちゃったんだ。だからお目出ないといけない。あっしは嫌ですよ。何？嫌なのか？嫌です。医師、自慢じゃないか、次郎長を願います。635分がいる。俺の言うことに、本当のやつをおめえ一人で、さらばくれ。叩くってやる。
親を
て、謝ってくらい、さらに行けよ。親に謝ってくら。Thank you.